割とね、僕ら同業の中では評判が悪いです。僕のおすすめの勉強法としては、小説の場合は過去問にいきなり入るよりもで、ちょっとこう気になるから解いてみたんだけど全く合わなかった。一番難易度高いここ圧倒的に漢文が50点取りやすい。始まりました、もんちゃチャンネルです。今回はですね、センター試験ですね、いよいよ直前でいろんなね学校予備校で日めくりカレンダーのように、はい、あと何日っていうのが出てるんですが、うん、国語の対策をですね、早稲田合格塾の国語の予備校講師であるですね、国語も英語も教えてますけどね、英語も教えてるんですね。そうなんですよね。センター試験の、ね、はい、コツをやっぱりね聞いていきたい、まあ、この時期に来て点数をいかに伸ばすかってなってくると、過去問と実践問題集ですね、予備校が出しているね、はいはいはい、結構やんない方がいいよっていうのは、予想問題集はね割とね僕ら同業の中では評判が悪いです。ほう、なんでかっていうと、まず第一に予想という名を使って絶対当たらないのに、なんか生徒にかわせようとする悪度さ。本当ですね。予想は外れ、予想ですよ。予想はよごめん、もう一回やっていい？もう一回、お願い、お願い、もう一回やっていい？予想は予想ですよ、ね、はい、はい、そうなんですよね。今のもう一回やって今使いますからね。いや、そう、マジ、いや、はずっていうことなんですよね。で、第二に予想問題って、まあ、毎年出てるんですけれども、予備校の先生たちがこうすごい急いで焦って作るんですよ。なので結構ね、特にね国語とかでよく起きるんですけど、問題の質がねかなり悪くなりやすいんですよね。だから結構予備校の先生の中には、いや予想問題やる暇があったら過去問やれっていう方が結構多いですね。まあそうやって予備校の先生たち今敵に回したわけですよね、うん、まあ予想問題よりも過去問、まあ、過去問とか、あと実践問題集の方がいいよっていうような方が結構多いですね。実践問題集っていうのは模試を、模試とかの、そうですね、センター試験ってここ数年、まあ、国語もそうだし英語もそうですけど、ある程度のちょこちょこしたマイナーチェンジとかっていうのをしてきてるんで、はいはいはい、結構10年前の過去問とかをやったりするぐらいだったら実践問題集の方がスタイルが近いんで、うん、でもまあスタイルが近いものをそのいわゆる予行演習としてやっておいた方が、まあ、本番のための練習にはなるんじゃないっていうことはあるんで、なるほど、僕はまあ過去問は 5,6 年分ぐらいにして、あとはまあこう実践問題集を出版社をはしごしながらやっていくのがいいんじゃないかなっていうのは僕のおすすめですよ。特に国数 A だと思うんですが、センター試験でみんなが一番何に困るかっていうと、結構ねやっぱりスピードなんですよね。国公立の方、私大の方全部含めて、あらゆる試験の中で最も時間制限の厳しい試験っていうものがセンター試験だと思われていて、ほうほうほう、でその国語にはやっぱりパターンがあって、評論からまずみんな入るわけなんですけれども、うんうん、その評論から入るんだけど、評論ってせいぜいかけていい時間って30分ぐらいなんですよ、はいはいはい、もうどんだけかけてよくても32、3分、うんうんうん、で結構こう言うとセンター試験とかがわからない人だと、30分、32、3分ってなんかたった2、3分とかそんなうるさくなるのって思われるかもしれないんですけど、はいはい、本当にねセンター試験ってね30秒単位の世界なんで、スピードに関して、なので結構こう本当にもう 1、2 分でマジで変わるっていうか、で1問あたりの配点も結構でかいので、なのでバカにできない試験なんですよね。ただこの評論で35分かけてしまいましたと、はいはいはい、でこうどんどんとずれていって、で最後漢文になる頃にはあと3分みたいなことになっている状況があるんで、まず評論っていうものを目標25分、うんうん、でどんだけ時間かけても、まあ、30分まででは終えないと、どっかでかなり巻き返し測んないと最後まで終わらないでしょっていうのが評論の一番気をつけるべきポイントなんですよね。入りでこけちゃうとっていうことなんですよね。じゃあ評論何やったらいいですか。評論漢字、やっぱり漢字もね予備高校生とは思われんレベルのアドバイスのまあでももう漢字とかは皆さんやられてると思うんですけれども、過去問と実践問題集ですね、予備校が出してる、はいはい、評論って何が難しいんですか。評論はね、まず何が難しいって、こう本文が難しいです。ああ、なるほど、ね。うん、どこぞのおっさんたちが書いたものを、ね、特に大人の知識層向けに書かれたものを、うん、まさかのまさかセンター試験に利用されることによって、18、19の小僧や小娘が読むことになるっていうことで、うん、どうしても文章レベル、内容レベルが高く、やっぱりこうなりますよね。で、第二に、評論の難しさって、選択肢が長いんですよ。はい、センター現代文って。選択肢が長いから、結構そこ一つ一つその選択肢を吟味するっていうことが結構大変なんですよね、うんうん、僕のおすすめの勉強法としては、皆さんそれなりに丸バツとかつけて、でこうある程度ねペケがついたりすると思うんですけど、こう自分は1番だと思ったのに答え2番だったみたいな時とかに、こうすぐ解説見ちゃうんじゃなくて、
なんでこれ1番じゃなくて2番なんだろうっていうのをこう自分の力だけでもう一回本文と照らし合わせて、でその選択肢2つを吟味して、で自分の力でこう正解の根拠にたどり着くっていうようなことを練習してみてほしいですよね。なるほど。でたどり着けたらこう解説見て本当に合ってるかどうかチェックみたいな。評論って難しいですからね。講師室で聞いてても横で現代文の質問とか来てる人が見るとすげえなって思います。なんかよく間違ったね知識を持ってる人がいて、この難関大の英語の問題っていうのは、ね、現代文のようなものだとか言ってますけど、全然違いますからね。現代文の方がはるかに難しい内容ですよ。まあね、英語のあの文章を全部日本語にしたらね。全然大したことないですから。ね、じゃあ小説は？で、小説に関しては、これはね、こう本文は結構柔らかく見えるんですよ。評論と比べると。柔らかく見えるんですよ。ね、こういうやつとかね。そうそう、わかるよ。文章は柔らかいわけですよ、すごく、はいはい、で選択肢も評論と比べるとなんかこう柔そうな感じだなっていうのを感じはするんですよね、うんはいはい、ただ何が難しいかっていうと、評論の場合は本文が難しいなりにも結構ヒントがはっきりしてるんですよ、ほうほう、うん、論理的な読解といいますか、うん、そういうことをしながらヒント披露してるとわりかし見つけられたりするんですよね、根拠がね、うん、なるほど。だけどこう小説の難しさってこうヒント拾いの難しさだと僕は言ってるんですけれども、ほうほうほう、なんかね、あ、これがヒントなんだみたいなことを練習してないとちょっとこう解けないっていうのが小説なんですよね。心情をキャッチするというか、そうですね、それが一番難しいと思う、うん、そうですね、速記難しさがあるんで、だから登場人物のまあ発言だったりとか、あるいは作者の心情表現だったりとか、あるいはまあなんかこう風景描写とか、そういうところから登場人物の心情っていうものを読み取っていかないといけないというところなんで、はっきりと登場人物の心情が書かれてはいないんですよね。ただこれらをヒントにするとどの心情が当てはまりますかみたいなことなので、そこはちょっとね、小説ならではのチャンネルにこうヒントと回答っていうものを合わせていかないとちょっとこう足元すくわれますよね。実際の著者がね、うん、コメントしたりしますね、ちげえよみたいなそうそう、ね、この間もね、あのとある方の結婚式で、はい、あの自分の試験が東海圏のとある大学入試に使われてて、はいはいはい、で、まあ、あれって使われた後でなんか、ね、あの連絡が来るらしいんですからね。でちょっとこう気になるから解いてみたんだけど、はい、全く合わなかったそうそう、次大入試で、ね、N 山大学ですね。あららら、もう完全にもう東海T 海エリアの関係トップ T プ、まあまあまあ、そうですね、T プ S 大じゃないですか、はい、そうですね。小説の場合はまあ、過去問にいきなり入るよりも、やっぱりそのセンター小説っていうものの、そのノウハウっていうものをしっかりとこう固めてくれる何かをやった方がいいですよね。あ、参考書とか、うん、おすすめあります、ね、このまあ師匠でもある板野博之先生のまあセンター試験のゴルゴ解放公式集、へ、うん、あれだけその小説っていう分野のその回答の根拠っていうものをデータ化して、回答の根拠になるもの順にランキングしてこう例題をたくさん出してくるっていうのは、あれだけ体系化した本ってまあなかったんじゃないかなと僕は思ってるんで、で実際生徒にやらせてみて反応も見てるんですけど、うんうん、まあ、短期間で成果を出す本としてはやっぱりまあ板野先生ビジネスマンであり経営者なだけあって、やっぱり結果を出させますよね。なるほど、古文ですね。で古文に関しては、まあ、僕はもうセンター試験の鬼門と呼んでます。センター国語、評論、小説、古文、漢文あるわけですけど、多分ね一番難易度高いです古文が。おー、そうですね、うん、正直ね、偏差値65とかある人でも一つ二つ間違える。古文自体がなかなか読みづらくて、で設問も結構難しくて、でかつまあ一番決定的なんですけど長い文章が、古文のくせに長いっていう、うんうん、古文ってね、やっぱそれなりに古文単語と古文文法を照らし合わせながら読むからまあまあ時間かかるんですよ、現代文とかと比べると、はい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 、なんだけどその古文が長くて、しかもセンター古文が最後まで読み切らないと、まあ、50点満点が取れないように作ってあるんですよ。そういう構成になってるから、だからね、焦っちゃって1個2個間違えますよね。じゃあ対策はどうしたらいいんですか。まあ、センター国語ってこう東大を合格していった人とか医学部に合格していった人のその自己採点データとかを見ると分かるんですけど、あのレベルの人でも結構国語に関しては150点とか160点ぐらいだったりするんですよね。はいはいはい。なのである程度そういうレベルの人でもそのくらいなんだから、まあ、そこぐらいまでは落としてもいいだろうという前提でこうやるってことが大事かもしれないですよね。あ、なるほど、うん、満点取ることが大事なんじゃなく、自分の志望校を突破できるレベルの点数取るってことが大事ですからね。古文に関してはちょっと落としても気にはしなくてもいいんじゃないかなとは思います、うん、
過去問やっていくのがいいですか？もう過去問しかないでしょ、この時期になったらね。あとは古文漢文は現代文と比べて今までやってきたことの復習っていうのが結構初見の新しい問題に対しても効果を発揮しやすいです。おお、なるほど、うん、なのでこれまでやってきた問題の復習とかもちょっとこう積極的にやってください。じゃあ漢文ですね。で漢文はねセンター国語の、オアシスと呼んでるんですよ。オエイシス、オエイシスって言うんですね。オエイシー、オエイシーじゃない。センター国語って評論も小説も古文も漢文も全部50点ずつなんですよ、配点が、うん、なんだけど圧倒的に漢文が50点取りやすいです。おお、そうなんですねなんだけど先ほど申し上げたように結構皆さん評論とか古文とかで時間とか結構使っちゃって最後漢文残り5分みたいになって、で漢文の平均点が低くなっちゃうみたいなことあるんですよね。ああ、そうなんですね。なんだけど漢文に関しては一番満点取りやすいです。難易度が低いです。そうなんですね、うん、結構僕なんかはセンター国語の点数がこう140点ぐらいで伸びとどまってる人、はい、でも一応最後までは終わりますみたいな子に、漢文最初にやらせて、で現代文で一番難易度の高い古文をラストにやらせる、でも古文に20分ぐらいは残しておいてよっていうようなスタイルでこうやらせると点数が160台にポンって上がったりすることが多々あります。なるほど。なので点数が滞っている方は漢文で焦るのはもったいないので漢文から解くっていうのはありですね、戦術として。漢文は何やったらいいですか？多分ね一番手が回ってない人が多いのが漢文だと思うんですけど。そうかもしれないですよね。まあ、過去問やるしかないですよ、この時期に来る。文法とか単語とか。そうですね、それはもちろんもちろんなんですけども、今から漢文の空法やっても多分遅いとは思うんですけど、さすがに1、2、レとかやってた。そう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 多分ね、その次元にある方は多分いないと思うんで、見てる方に漢文と英語って実は似てるんですよ、はい、英語に文型があるようにこう漢文にも主語があっての動詞があってのみたいな、こう句法というか句形というかそれがあるんですよ。でしかもこう一つずつ単語には意味があってみたいなところがあるんで、結構漢文は書き下し文の音読がかなりこう有効です、勉強の仕方として。そうなんですね。実際にこう数字に出ますんで生徒の点数が。なるほど、はい、なんで漢文は音読有効ですね。で最後にウルトラCウルトラCがあります。ウルトラC先生どうしても俺ね、センター国語別に難しいとは思ってはいないんで、なんとかできるのよ、できるんだけどどうしても時間が足りなくってなかなかね点数伸びきらないんだよっていう方、次第型センター利用には漢文抜きで受けられるところとか、あるいは古文漢文どっちも抜きで現代国語だけで受験できる方とかがあるんですよ。ありますね、はい、でしかも時間は80分。そう、時間が変わらない、ね、変わらないんです。だからゆっくりやれるんで、どうしても時間がなネックでっていう方はちょっとこう今からでも遅くないんで、結構まだまだ出願できますから、センター利用探してみて、漢文だけでもなくならないかなとか古文漢文どっちもなくならないかなみたいなところぜひ探されてみてください。すると時間のネックを解消することができます。そうですね、はい、僕もありましたもん。自分自身はその原稿完全部解いてるのに、友達現代文しかないからして80分使って現代文ずりーと思ってましたもん。ということですね、ということですね、平先生にセンター国語の、ね、対策、はい、を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。